まあ、よく寝たぜ。はあ。っていう悪夢の夢を見た、ソラくんですね。今の夢だったのかな？それともこれから起こる悪夢の、お？うわ！誰だこいつ。驚かすなよ、カイリ。そっちが勝手に驚いたんじゃない。そろそろサボる頃だと思ったんだよね、ソラは。かわいい。違うって、あの真っ黒いやつが俺を飲み込んで、息ができなくなって、まだ目が覚めない？夢じゃなくて夢だったのかな。夢だったっぽいな。知らない世界でさ、変な場所でさ。はいはい。なあカイリー、かわいいなこの子。カイリーが子供の頃にいた町ってどんなところだった？覚えてないよ、前にも言ったでしょ。思い出したかと思って。記憶喪失だったりするか。帰りたくならないか？私はここで幸せだから。そうか。でもね、見てみたいって気がするな。俺も見たいんだよな。この世界以外にも世界があるなら、死ぬまでには絶対見たい。これから見れますよ。じゃあ一緒に行こうね。おいおい、俺は仲間外れかよ。またなんか出てきたで。しかも真面目にイカダ作ってるのは俺だけだ。こんばんは。カイリーも一緒にサボってたろ。バレたか。じゃあみんなで仕上げちゃおうね。向こうまで競争。イカダ作ってるってことは、なんだよそれ。これから航海の旅にでも出んのか。よーいドン。おいおいおい、なんだなんだなんだ、急に青春起こったぞ。やめろ、その良きライバルと高め合う感じのやつ。これエモい。はい、始まりました、キングダムハーツ。これがこっから始まるんですよ、ディズニーへの冒険がね。いや、テンション上がるな。ちょっとここからいろんな世界を冒険できるんでしょ。デスティニーアイランド、ここがデスティニーアイランドってところか。まあ、空の多分住んでる町だよね。町っていうか海というか村というか、そういう感じの場所だと思う。カイリちゃん、カイリちゃん、さ、空は残りの材料集めてね。私の話ちゃんと聞いてた？いや全然わからないね。何ですか？もうだからイカダを作るのに必要な材料集めてほしいの。イカダ、空が集めるのは、あ、さっき言ってたな、イカダ作りみたいな。丸太を2本、大きな布を1枚、ロープを1本、材料見つけたら持ってきてね。結構多いな。どこにあるかわからないときは私に聞いてね。もうサボっちゃダメだからね。探すかしたら全部揃ったから、とりあえずカイリーのとこ行こう。カイリー、終わったぜ。空お疲れ様。私もいいもの見つけたの、空にあげるよ。お、ハイポーション、あ、これ回復薬でしょ。疲れた、今日はもう帰ろっか。帰る。そうだね、もうすぐ日も暮れるし、あと明日にしよう。明日もやんのかい。明日もやんのかい。しゃあねえか。いやでもこの子たちは多分自分たちでイカダを作って、この今住んでるところから出るって感じだよ。カイリーの元の世界があるんだよな。ああ、そういうことか。それはわからない。カイリーの元の世界に行動してんのか。でも行ってみないとわからないままだ。イカダでどこまで行けると思う？さあな。ダメだったら別の方法を考える。子供の頃に考える。ね、青春だよ。イコは別の世界に行ったら何するの？空みたいに見れば満足？実はそんなに考えてない。ただ俺たちがどうしてここにいるのか知りたい。他に世界があるのなら、どうして俺たちはここでなくちゃダメだったんだろう。他に世界があるのなら、ここはちょっと不満持ってんのか。そう、大きな世界の小さな欠片みたいなものだから。どうせ欠片だったら、ここではない別の欠片でも構わないわけだよな。わかんねえ。そういうことだ。じっと座っていても何もわからない。自分で動かないと何も変わらない。とりあえず外の世界に行きたいみたいなことか。同じ景色しか見えないんだ。だから動くんだ。リクっていろんなこと考えてるんだね。カイリーのおかげさ。カイリーがこの島に来なかったら俺何も考えていなかったと思う。あ、カイリーは、ありがとう、カイリー。後から来たんだ。なんだか照れるな。
ずっと昔から住んでたってわけじゃないのか。お前これが欲しかったんだろ。なんだそれ。パオプの実。パオプの実。その実を食べさせ合った二人は必ず結ばれる。どんなに離れていてもいつか必ず。試してみたかったんだろ。何あー、ソラはカエリのこと好きだったりすんのかな。今パオプの実ぶん投げたけど、珍しいもんじゃねえのか。友達にもらったもん目の前で捨ててたけど、大丈夫です、大丈夫ですかね。これで友情関係ぶっ壊れたりしてないよね。お、なんだこれ、でっけえ。あれ、聞いたことある音楽。あれ、見たことあるキャラクター出てきたぞ。でっけえ。これミッキーが住んでるお城？王様、朝のご挨拶。王様？これが？なんか持ってるぞ。何が書いてんだ？どうした？なんかあったっぽいぞ。トラブルか。この焦り用は絶対トラブルだよな。これでトラブルじゃなかったらもう俺頭おかしくなるわ。グーフィー見たことあるわ。ディズニーランドで見たことあるわ。こいつ、お前いたよな。そういえばお前もいたよな。で、何すんだよ。で、今の雷食らって、いやー、ドナルド、おはよう。今の雷食らって、怪我しないんだよ。も一緒食べるぞ。ミニヨーヒ、もう一緒も食べ、デイジーも、ラップしおやった、おはようございます。まさか。この世界ではディズニー作品はなんかの王国の王妃と王様だったりするか。そんな感じはするよね、見た感じ。あ、またこっちに戻ってきたんだ。よし、おはようございます。いい朝ですね。プの実のおまじないって試したことある？昨日もらったんだけどぶん投げました。大切な人とパオプの実を食べさせ合うと、二人がどんなに離れてても必ず結ばれるんやって。はあ、ロマンチックやね。いつか試してみたいわ。この子の喋り方好き。結婚してください。実はな、今日はティーダたちと探検に来たんだ。ん？ほれ、あの木の根元にある秘密の場所さ。あそこには絶対なんかあるぜ。え、ここなんかある。ここ刺してたよな。暗くて何も見えない。あ、ちょっと秘密の場所の入り口入ったの今。いや、暗っ。やべえ、わかんねえ。いけっかな。俺目悪いからさ、見えないかもしれない。ごめんな、つかなかったら。あ、ちょっと待って、なんか見えるぞ。なんかいろいろある。キノコを手に入れた。キノコはいらんな。あ、なんか書いてるわ。なんだ？どうした？ん？あー、そういうことか。
空たちの秘密の場所だったんだ。まあ、自分の似顔絵を描いてんのね。はい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 。下手くそだな。めちゃくちゃ下手くそ。あ、鈴木みたいに描いてるぞ。あ、待って。パオプの実じゃないのこれ。だ、誰？やっぱ空好きなんだよ。この世界の扉を見に来た。何何何今度は。この世界は繋がった。あんた、何言ってるんだ？え、誰と喋ってんの？闇と繋がった世界。間もなく光を失う世界。え、何言ってんのマジで。気味悪いこと言うなよ。誰だか知らないけどな。あ、あんた、どっから来たんだ？お前がまだ知らぬ。扉の向こう。扉の向こう？他の世界から来たんだな。そういうこと？お前には何もわかるまい。お前は何も知らない。急に話しかけてきてなんだこいつ。俺はこれからいろいろ知るんだよ。準備だってしてるんだからな。何も知らない者が何を見てもそう何も理解できまい。じゃあ帰れよお前。帰れよお前は。なんで悪口言いに来ただけかよこいつ。こいつってなんかわかんないけど、なんなんだよあいつ。わけわかんねえわ。ここから出られてるし。調べる。変わったところはないな。あの男一体何者なんだ。あー別にこっから先進めない。戻んのかい。暗いんだよここ。なんやかんやでなんか新しいエリア来れましたね。ここにあいつがいるんだけど。なあ空、そういやまだ俺たちの船に名前をつけてなかったの。ああ、イカダで作ってるな。ほらそうだな。ハイウィントなんてどうだ。ダメですね。空ならどんな名前をつける。いや、お前、エクスカリバー。果てしなく中二感がすごい。変えますね、これは。はい、完成しました。空と帰り船です。俺は、空と帰り船。そこにお前の名はない。よし、それじゃ、やるか。いつものな、ん？なんだなんだ、なんか始まんのか。またやるの？じゃあ私が審判してあげる。お、なんだなんだなんだ、なんか始まるぞ。ルールはいつも通り、どのルートを取ってもいい。なんだ？タイムレースみたいなやつか？待ってください。何が起こるかわからないんですけど。はい？何ですかこれ？あの木にタッチして先にここまで帰ってきた方が勝ちだ。俺が勝ったら、船長な。お前が勝ったら、カイリとパープの実食べる。お前は？は？ダメだよ、それ。いいだろ？勝った方が、カイリとパープの実を食べさせ合うんだ。最悪じゃねえか。何言って。え、これ勝たなきゃダメ？いい？位置について。待て、始まるぞ。どうすればいいこれ。いや、あいつスタートポーズ決めてんだけど。あいつなんかクラッチングスタートみたいに決めてんだけど。どうすればいいのこれ。ジャンプするか。落ちちゃった。やばい。どうする。あの先、どこ行けばいいのこれ。マジでまっすぐ行く。とりあえずまっすぐ行ってみる。ちょっとあいつがどこにいるか確認できれば。やばい、ちょっと合ってんのか。いった、あ、ちょっと待って。ここの星のランクがあるってことわかる？これあれか。やべ、あいつもう来てる。やばい。間に合わないかも。マジで来てた。よしよし。惜しかったね。ちょっと待って。焦ってる。やばい。ちょっと待って。やばい。これ負けるじゃん。あいつまだ行ってないか。やばい、落ちちゃった。やばい。落ちました。もうダメだ。下から行きます。みんなついてるっぽいっすね。これ負けましたね、完全に。最悪だ。あ、じゃあ連勝いっぱいか。負けたわ。約束通りイカドの名前はハイウィンドだからな。くそー、空と帰り船が俺と帰りの愛の巣が。くそ、負けたぜ。さっきの話。ああ、パオプの身のことが冗談だよ。気にすんな。あの時のお前の顔面白かったぜ。ん、どうだ空、まだやるか。あ、これ、勝つまでやれんのか、もしかして。お前には負けないぜ。あー、これもう一回できんのか。ちょっと待って。もう一回やって俺勝てんのか、これ。マジでいけ。よし、勝ったかも。これ勝ったかも。勝った。よし、勝った。これで一緒にやれる。
なめんなガキが。お、綺麗な石を手に入れた。あ、でも待って、勝ったものは別になんかあるわけじゃない、さっきの話。あー、また、あー、そっか俺意地で勝ったんだけどこれだけか、特にないのか別に。なんだ、今日はイカダに乗せる食料集めてきたからね。空の担当は海鳥の卵1個、キノコ3本、木の実2個、魚3匹、それからこれに飲み水を入れてね。海の水はダメだよ。またこういうのか。食料見つけたら持ってきて、どこにあるかわからないときは私に聞いてね。またこういうのですか。わかりやした、行ってきやす。ってことで材料集めてきました。あー疲れた。これサラサガイのアクセサリー作ってるの。昔の船乗りはみんなサラサガイを身につけてたから、旅の無事のお守りなんだって。ほーん。空お疲れ様、私もいいものを見つけたの、空にあげる。またくれんの、ありがとう。あ、またハイポーションもらったわ。疲れた、今日はもう帰ろっか。よし、そうだね、明日はいよいよ出発だし今日は早く帰ろう。あ、明日ついに出航か。いや今日は頑張ったないや材料集めね、地味に大変なんだよ。なんかね、説明聞いてもちょっと変わったね。全然わかんないから。どこが、綺麗な浜辺だな。気のせいだよ。ねえ、このままイカダに乗ってさ、二人だけで行っちゃおっか。え？え？なんてね。もしかして突然どうした？カイリの方が変わったんじゃないか。え、カイリかもね。カイリって俺のこと。海の向こうに行くの少し怖かったけど、今はワクワクしてるんだ。どこへ行っても何を見ても私必ずここに帰ってこれるでしょ。任せとけよ。よかった。お前ら何歳だよ。空は変わらないでね。え、この好奇心俺も欲しいな。海の向こう行けるといいね。楽しみだね。今の帰りの一言気になるね。空は変わらないでね。え、どういうことだろう。変わっちゃう人がいるってことかな。お、親友ドナルドへ。突然みんなの前から消えたことを許してほしい。ことは一刻を争うようだ。どうしてもすぐに出かけなければならない。ほう。例の奇妙な事件、夜空の星が消えているのもすでに始まっている最悪の一部に過ぎない。何としても問題を解決しなければ。王として君とグーフィーに頼みがある。この事件の鍵を握っている人間がどこかにいる。彼を探し出し共に行動してほしい。我々には鍵が必要なんだ。まずはトラバースタウンにいるレオンという男に会ってくる。追伸、ミニーには君からうまく伝えといて。あ！ってことはこれミッキーの、ミッキーからの手紙だったりするか。一体何が起きているのでしょう。今は王を信じるしかありません。ミニーに伝えたのか、もしかしてドナルド。早くないバレンの。大丈夫かな。王子を輝きや鍵を見つけ、王様を全部出します。鍵って空のことだったりするか。二人ともありがとう。ぜひ王様を。大丈夫、あなたこそしっかりね。おうよ。そうだわ、旅の記録役に彼を連れておいきなさい。ミニー、なんか意外と可愛い声してんな。ここですよ。なんかおじさん、え、どうも、ジミニークリケットです。ちっちゃい、なんかいる。王を助けてあげてね。無事を祈っています。なるほど、これで旅が始まるってわけか。王様を連れ戻す旅みたいなことか。君も来るの。来るの君も。グービー、君も来るんだよ。それじゃあジミニー、君のいた世界も消えてしまったの。地味にかけてるのが耳と。みんな離れ離れになり、私だけがこの城にたどり着いたというわけで。グーフィー、分かってるよ。この城の外では僕たちがよその世界から来たことを明かしてはいけない。よその世界から、お互いの近所を守るために。キュキュキュ、そう、秩序を守るために。なんか
ルールがあるのか、この城で生きていくためには。ここに着いたらこの服も着替えなくちゃね。なるほどね。まあ、とりあえずその行方不明になった王様を探すことと、まあ、鍵を握る人物、多分空のことだと思うけど、まあそれを多分探し出すために、多分グーフィーとドナルドは旅に出るんだよね、これから。てかすげえな、ここなんだこれ。ああ、そうだ、敵じゃドナルド。よかったら始めてくれ。あ、見たことあるこのリス。お前らディズニーランドにいたよな。いや、いたいた、俺こいつらに会ったことあるわ。なんかね、名前忘れちゃったんですけど。お、なんか乗ってきた。こっから始まるんだぜ。マジで行ってくるわ。元気でな、みんな。おーい、下がい、下がい。お、なんだこれ。おお、なんとか出発したみたいですね。